それでスクロースさん、この間受け取った荷物って危険なものじゃないよね。荷物を開けるときは気をつけた方がいい。この前友達に頼んで研究用の素材を運んでもらったら、輸送中の揺れで反応を起こしたことがあるんだ。開けた途端、夢の中にいてもすぐに目が覚めるような新鮮な匂いがプンプンしてね。もし中身がそういったものだったら、先にアルベド先生の意見を聞いた方がいいと思う。いや、そんな危険なものじゃ。ティマイオス、スクロース、何の話してるんだ？ああ、君たちか。実はスクロースさんのところに変な荷物が届いたんだ。変な荷物？そう、この前ここへ留学しに来たスメールの学者から届いたの。一緒に研究してくれたお礼にって。教令院の学者からの荷物か。何が入っててもおかしくない気がするな。うん、中身は危険なものじゃなく、ただの変なカードだったんだ。以前ティマイオスのところで似たようなものを見た気がしたから、何に使うものなのか聞きたくて。似たようなカード？試薬を見分けるための試験紙とか？いや、そういうのじゃないの。ほら、これなんだけど。ああ、このカードね。あれ？っていうか、スクロースさんはこれを見たことがないのか？うん、ないよ。もしかして、この間までずっと雪山で種が5倍大きいスイートフラワーの課題を研究してたからかな。このカードって最近学会で注目されているような研究なの？それを言うなら確かに注目してる人は多いかな。でも研究じゃなく、これは今流行りのテーブルゲームなんだ。その名も七星召喚。七星召喚、ああ、前々からいろんなとこで名前を聞いてはいたけど、カードを見たのはこれが初めてだな。まさかモンドにもあるなんて。そんなに人気なのか？その通り。最近は七星召喚にハマる人が続出していてね。稲妻の八重堂も七星召喚をテーマにした娯楽小説を出すほどだ。しかもストーリーも面白いときた。物語はあるスメールの少年が自宅の屋根裏から古い秘典の箱を見つけるところから始まる。少年がその蓋を開けると、中には古の決闘者ワニの王の魂が宿っていることに気づいた。実はキングデシェルトに仕えるワニの王は、トキの王と決闘の儀を行ったときに相手の罠にはまり、秘典の箱へ封印されてしまったんだ。少年にたまたま救い出されたワニの王の魂は少年の体に憑依し、次第に彼を伝説の決闘者へと。ティマイオス、どうかした？スクロースさん、あ、君もこの物語に興味が湧いてきたとか。なら原作を貸してあげるよ。この間プライベートな理由で研究レポートの締め切りを伸ばしてもらってたよね。この前のは確かにサボりだけど、でも研究に新たな進捗がない限り、しばらく七星召喚には触れないと決めたんだ。そっか、残念。どうかしたのか？協力した学者がせっかく送ってくれたゲームだから、その行為を無下にしないためにも、せめてルールくらい知っておこうと思ったんだけど。あ、そうだ、スメールの学者が考案したゲームなんだし、遊んだら賢くなれるんじゃないか？だってちょっと気になるだろ。でもしばらく七星召喚を遊ばないティマイオスからは教えてもらえないよな。まあ研究の方が大事だからね。七星召喚のルールについて詳しく知りたいのなら、キャッツテイルに行くことをお勧めするよ。そう、その店だ。休憩時間になるとみんなキャッツテイルで七星召喚を遊んだり、たまにお互いのカードを送り合ったりしてるんだ。初心者にも優しい。ゲームのルールも一見複雑そうだけど、慣れればすぐできるさ。
わかった。旅人さん、パイモン、早速キャッツテイルで聞いてみよう。実はディマイオスの話を聞いてたら、七星召喚にちょっとだけ興味が湧いてきたの。やったぜ。じゃあ早速出発しよう。いらっしゃいませ。あら、旅人にパイモン、珍しいわね。それと錬金術師のスクロースさんもお久しぶり。うん、久しぶり。けど何度も言っているように、いくら出してもうちの店員の毛髪を買うなんて絶対ダメだからね。いや、マーガレットさん、今回はこの間の研究のために来たわけじゃないの。スクロース、前にキャッツテイルでどんな実験をしようとしたんだよ。私はただある推測を検証するために必要な素材を集めようと。うん、この話はまた今度にしよう。マーガレットさん、実は今回七星召喚のために来たの。七星召喚のことだったのね。今ちょうどその話をしてたところよ。最近七星召喚を目当てにキャッツテイルへ来る人が増えてるの。だからそういったゲーマーたちにサービスを提供するためスタッフを配置しようと思っていてね。そういえば君たちも会ったことがあるはずだわ。会ったことがある？リトルプリンスよ。ほら、キャッツテールの猫がゲーマーの皆さんにサービスを提供するなんてぴったしだと思わない？うん、僕が翻訳しよう。リトルプリンス様はこうおっしゃった。ゲーマーという呼び方はあまりにも範囲が広いから、カードで決闘に夢中になっている人のことはプレイヤーと呼ぶべきだと。まあいいわ。まだ紹介したことがなかったけど、こちらはプレイヤーたちにサービスを提供するリトルプリンスとジョインよ。ああ、マーガレットさん、それは違う。プレイヤー諸君を最強の使い手へと導いてくれるのはリトルプリンス様のみ。しかし一般のプレイヤーではリトルプリンス様の行動に込められた真意を理解できない。だから僕が間に入って交流しているんだ。僕はいわゆるリトルプリンス様の執事のような存在さ。お、また現れたな、動物の言葉がわかる人。動物でリトルプリンス様を一括りにするとは。リトルプリンス様は特別で唯一無二。今のはリトルプリンス様への冒涜だ。ん、何でしょう。ジョインよ、俗世の凡人の目には我は普通の猫と変わらない。誤解されるのも常のこと。言い過ぎた。おっと、これは失礼した。猫と交流ができるなんて、言語中枢が改造されてるのかな。鳴き声一つでそこまでわかるのかよ。何せ僕は七星召喚という神聖な決闘を通してリトルプリンス様と心が通じ合ったからな。プレイヤーのみんなも決闘することで理解し合えるようになると信じている。七星召喚の決闘で心が通じ合うんだ。にわかには信じがたいな。七星召喚についてならジョインに、いや、リトルプリンスに聞いてね。私が直々に説明してあげたいところだけど、もう日課の散歩の時間だから。
リトルプリンスと一回遊んでルールについて教えてもらって。卓越した武者が敵の意図を見抜けるように、この手のことはトップレベルの我にふさわしくない、故に断らせてもらおうと、リトルプリンス様はおっしゃっている。お前がやりたくないだけだろう。じゃあリトルプリンスじゃなくてお前と遊んでやるよ。すまない。リトルプリンス様のような偉大なプレイヤーと出会ったその日から、僕の手はリトルプリンス様のカードを持つためにある。決闘はもうしないと誓ったのさ。リトルプリンスが嫌なら仕方ないわね。じゃあリオナちゃん。何？言っとくけど、私今忙しいから。最近お店で七星召喚をやってる人がみんな何かしらお酒を頼むの。ゲームをするのに一番重要なのは理性を保つことだって、なんでわからないのかな。もうゲームもお酒もほどほどが大事なのに全くわかってないにゃ。なんというか、オーナーとしてはそういうニュースを聞けて嬉しいけど、ほらちょうど疲れてきたところでしょ。ちょっと休憩して、二人のお客さんに七星召喚のルールを説明してあげて。何が休憩よ、やだもん。それにだらしないおじさんが酒場で七星召喚をやるのをこのまま受け入れろっていうの？そしたらお店のお酒がますます売れて、モンドの酒造業がもっと繁盛しちゃうじゃない。モンドの酒造業を破壊するためにも、当面の急務は七星召喚がこの国で広まるのを阻止することにゃ。それは違う。リオナちゃんが言った通り、勝利するために理性を保つ必要があるのなら、そのために酒を飲む欲求も抑えられるはず。リトルプリンス様のおっしゃる通り。リオナさん、七星召喚を広めることは君のモンドの酒造業を破壊する夢を妨げるどころか手助けをするものだ。本当に？そういうことにしときましょう。ほらほら、お客さんたちが待ちくたびれちゃうわよ。バーテンダーの仕事はしばらくジョインに任せていいから。ジョインの身にはより重い使命が。バーテンダーの仕事ジョインに任せたわよ。わかった。うん、それじゃあそこの空いてるテーブルに移ろっか。さて、ルールを知りたいなら、まずあなたたちが構築したデッキ、対戦に使える基本デッキのことだけど。その顔、ちょっとまさか手ぶらで七星召喚を勉強しに来たわけ？そうそう、お試しデッキ、早くお試しデッキを出してくれよ。そんなものないにゃ。基本のルールを勉強するなら、せめて切り替えるためのキャラカードが2枚ないといけないにゃ。そうだ、先日営業が終了した後にお客さんがキャラカードを何枚かカウンターに忘れてったの。それを貸してあげる。本当にいいの？数日経ったし受け取りにも来てないから。でももしかしたらわざと置いてったのかも。持ってたのはお客さんが取りに来た時にいつでも出せるようにするためだからね。別にカードゲームが好きなわけじゃないから。よし、これでキャラカードが2枚揃ったな。ルールの勉強を始められるぞ。そうだね。どうする？早速今からルールの勉強をする？よし、じゃあ始めるよ。ふふん、七星召喚の世界へようこそ。
に説明すると、七星召喚はキャラカードを使って相手の全てのキャラカードを倒せば勝利。対戦が始まったら出撃キャラを一人選ぶ必要があるの。行こうか。まず毎ラウンド始まるときに8、これらのサイコロは元素力に相当すると言えるにゃ。これを使って行動するの。ロールフェーズが終わったら真剣勝負の始まりにゃ。アクションフェーズでは元素サイコロを消費して一曲行われるアクションはもちろん、ないね。これで攻撃アクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うの。あなたがスキルで相手を攻撃したから、そして相手の行動が終わったら、これがこれを使えばスキルの発動に必要な炎。よくやったにゃ。これで敵を一人倒したんでもゲームは始まったばっかりだよ。覚えて。もうちょっと攻撃したいけど仕方ない。ここはラウンド終了を終了するとこのラウンドは何もできなくなるの。そして相手もラウンドを終了すると、が始まるよ。新しいラウンドになったらまたサイコロを振ることになるの。うわー、運が悪すぎじゃにゃい。これじゃディロックのスキルが使えないよ。ふふん、でも大丈夫。各ラウンドでは一度だけ不要なサイコロを選択。ラウンドで先に、つまり前のラウンドで先に行動を終え、よし、この機会にスキルを使用するたびに、リルックのチャージがマックスになると強力な元素爆発を発動できるにゃ。こういう時は
ビルックの通常攻撃を発動するには炎元素1つと任意の元素2つが必要。つまり元素スキルより通常攻撃は これでチャージが3ポイント。ふふん。さっ。判決を下す。ボンだ。ボン。正式な七星召喚対戦では複数のキャラカードを使ってそこで登場するのが2枚目のキャラカード。ガイアの各アクションには氷元素さ氷元素ダメージを与えた後、氷元素付着が発生。おとなしく仕上がれ。よし、敵に氷元素を付着できたね。各種元素ダメージは敵に対応する元素を付着させるの。元素反応が起こる。今相手は氷元素付着状態にあるでしょ。ここで、あ、そうそう、各プレイヤーには1名の出撃キャラがいて、通常使用できるスキルは待機キャラのスキルを使うには、例えば今の状況でビルックのスキルを任意の元素サイコロを使うことで待機キャラを出撃キャラに切り替えられるよ。行こうか。スキル発動と同じでキャラ切り替えを行うと相手が攻撃大半のスキルは出撃キャラのみ攻撃できるの。さあ今はディルックが出撃キャラだよ。氷元素付着状態の敵に炎元素妖怪反応を引き起こしたら、これで一気に大ダメージを与えられるよ。失勢。次はキャラカード以外のカードの使い方を学ぶ。これらのカードは各対戦が始まる前にデッキから攻撃に使える元素サイコロがない。わわ、リロールしても使えそうなサイコロがないね。でも大丈夫、こういった状況でもアクションカードをうまくアクションカードを甘く見ないでね。フィールドにいるキャラにかっ
このアクションカードを発動するにはこれが2つ必要だね。このマーク見える？これは同じ元素サイコロっていう意味なの。あと他のカードにあるこのコスト、このコストはさっきのに比べ、また機会があったら説明するね。今は手札からアクションカードを出す場合、クイックアクションになるの。簡単に言うと、手札のカードを発動しても続けても、ニルックの元素スキルには炎元素が3つけど大丈夫。ここでさらなるルール。手札を1枚捨てることで元素サイコロを現在の出撃キャラの元素に転換。欲しい元素サイコロが来ないと思ったと。でも七星召喚は手札の数よりも攻撃の、こういう時は使わない手札を全て、手札の発動と同じで元素調和も、じゃあ続けて元素調和をして、これで逆炎の刃を使うために必要な元素サイコロが、白鉄の体験を装備してるから逆炎、最後のレクチャーだよ。正式な対戦では任意の枚数の手札を山札に戻して、同じ枚数だけ手札を引き直せるんだ。後の初期手札を確認したら、両プレイヤーは同時に初期出撃。今回はヤバそうなやつが出てきたね。あなたの腕を見せてもらうね。さっさと終わらせるぞ。フル動作が様になってきたね。ズバリ敵が何をしようとしてるかよ。ここでそのラウンドの敵の行動意図が全て読めるようになるよ。ここには敵がこのラウンドで行おうとする行動が順番に表示されるの。それを参考に有効な策を練れば敵を、よし、これでチュートリアルは全て完了にゃ。
用意はとっくにできてるぜ。行こうか。そうそう、いい？エンドフェーズごとにアクションカードの山札からカードちゃんと覚えておいてよ。元素サイコロと面白いものを探しに行こう。こいつはどうだ？
こいつはどうだ。これが基本のルールだよ。さっきのはチュートリアルの冒険地知性召喚はそれぞれ3枚のキャラカードを使って対戦する決闘対戦でもルールは一緒だから、これさえ分かってれば酔っ払いながら決闘し、まだ細かいところまでは把握しきれ、確かに詳しい説明だった。あの有名なキャッツテイルの場、そこにいたの？ディオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいいんだが。いつ近づいたのかそれすらわからなかったぜ。もうなんでこいつがここに？キャッツテイルもモンドの酒造業の一部だ。当然ワイナリーと協力関係にある。今日来たのはマーガレットさんと商談をするため。あの人ならここにいないよ。マーガレットさん、いや構わない、急を要する商談じゃないからね。それよりもこのかディルックのキャラカードだな。七星召喚については知っていたが、このカードを見たのは初めて。このカードは先日あるお客さんがキャッツテイルに来たと、顔に眼帯をつけてない、肌が雪のように白い真面目な表情で、お酒を飲むときには一言もしゃ、なるほど、眼帯か。真逆のことを言おうとしたら緊張して口が滑っちゃった。平気さ。それにあいつは、じゃあこのディルックのキャラ、大丈夫、ただ僕をイメージした。でもまさかディルックさんも七星召喚を知ってるなんて。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白いものだ。最近はたまにエンジェル、僕もそのつもりだったが、僕をイメージしたカードがキャッツテイルに。そろそろ帰る時間だ。一度関係者に、じゃあ僕はこれで。いってらっしゃい、見送り。護衛隊長。ガイアさん、そうだ、ルールも学んだことだし。ルールを覚えたばかりの初心者同士でも、正式な決闘には3枚のキャラカ、3枚のキャラカードと30枚のアクションカード、これで一つのデッキが完成するん。じゃあ私をモデルにしたカードを使ってみよう。前に送られてきたカードの中に混ざってたんだけど、ルールを知るまで使い道がわからなかった。これで私もあなたもガイア、ディルック、冒険挑戦とは違って、決闘対戦はプレイヤー同士の決闘対戦中、相手はアクションカードを使ってくるし、それから相手も元素サイコロを使って行動するから行動意図が見られなくなるよ。早速行こうか。
面白いものを探しに行こう。行こうか。おとなしくしやがれ。面白いものを探しに行こう。こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。行こうか。Thank you.
計画が失敗したのか。面白い。これでキャラクターを一人倒したね。敗者には、そんな予想外の要素が。たまらない。あ、こんなことになるなんて。安全距離確認。安全距離確認。研究、また失敗しちゃった。同じキャラカードを使ったのに負けちゃうなんて。対戦中の取捨選択が難しいね。二人のそんなルールないから、スクロースさん。
負けたら潔く認める。うん、わかった。悔し、面白い対戦だったよ。スクロースも悔しがったりするんだな。もちろん。それに研究の途中、実験がうまくいかないときは不安にだってなる。錬金術やら実験やカードゲームも一緒で、負けたらリベンジしたい、勝ちたいから腕を磨いてもっといいデッキを構築したいと思うんだよ。うん、技術、経験。ずっと勝てなかったら？ずっと勝てなかったら落ち込むけど、負けてすぐ諦める人より、ビオツクロースさんは十分強いよ。私から見たら普通の酒飲みおじさん8人。ありがとう。負けたのはちょっと残念だけど。ならよかった。また七星召喚を遊びたくなったらキャッツテイルに来て。私と遊んでほしいとかじゃない。うん、よし、これで基本のルールは分かったよね。私もお酒を作りに戻らなきゃ。ジョインが美味しいお、モンドの酒造業を破壊するために私は忙しいの。なるほど、七星召喚のル旅人もスクロースもオイラも、オイラはお前とスクプレイヤーになるのはそう簡単なことじゃないとリトルプリンス様はおっしゃっている。でも確かに七星召喚プレイヤー協会がな、難しい。とにかくプレイヤー協会が認めた真のプレイヤーになるには3人に勝たないと。さっきの対戦は確かにこの目で見たわけじゃないが、聞いただけで凄さ。聞くだけでわかるなんて。これくらいトップレベルの決闘者なら当たり前だ。つまり旅人はあと2人に勝てば。スクロースさんもさっき負けはしたけど、落ち込まないでくれよ。君なら3人のプレイだが、その前にジョインよ。おっと、危ない。リトルプリンス様に言われてなければ忘れるところだった。お、さっきティマイオスが言ってた小説に出てきたやつだよ。オイラも思い出したぞ。イニシエの決闘、あれって実在する？実は全ての七星召喚のボードが秘典の箱になっているんだ。デッキをせ、あ、オイラ分かったぞ。お互いを探知できるのはきっ、もしそうなら決闘で魂になった人がどれだけ必要なんだ。お互いを探知できるのは。なるほど、ちょっとがっかり。ひひ、それじゃ早く秘典の箱を出してくれよ。秘典の箱はマーガレット。なぜならリトルプリンス様も僕も七星召喚を是が非でも広めたいと思っている。オーナーのところで秘典の箱を受け取り、その探知機能を使って誰か一人。でもそれじゃ旅人さんも合計2回しか勝って、正式なプレイヤーになるための最後の相手は我。というわけで皆さん、あら、リオナちゃんから七星召喚のルールはもう学んだのかしら？わかった。秘典の箱を受け取りに来たんでしょ？秘典の箱は便利な道具だものね。これが秘典の箱なんだ。そう、スメールの学者たちが作ったボードよ。周りにこれを所持してる人がいたら探知できるわ。これを、そうだな、いくら面白いゲームでも一緒だから、ゲーマーたち、いやプレイヤーたちがキャッツテールに集、それはついだよ。大事なのは
同じ趣味を持った人が集まれる雰囲気の方だわ。うん、じゃあ私も相手を探しに行かなきゃ。後でもありがとう。私なさいましたか。ご用件は何でしょう。オイラたち七星召喚の正式なプレイヤーになるために3人のプレイヤーに勝たなきゃいけなくってな。なるほど。でも僕は今こんな時に騎士団ガイドを持ち出すとは。仕方ありません。それでは七星召喚で決定。面白いものを探しに行こう。おとなしくしやがれ。
こいつはどうだ。まさか負けるとは。今度時間があったらまたやりましょう。やった、これで2回勝利したぜ。早くキャッチテイルに戻ろう。でもリトルプリンスが招待した相手って一体誰だろうな。彼にはプレイヤーの才能があると予想して、我が招待したプレイヤーに勝てば正式なプレイ、リトルプリンス様はもちろん僕も非常に楽しい。相手が誰だろうとこいつは負けないぞ。そうだろ、旅よろしい。運命の万世が勝利を宣誓したことで私の心も震えたわ。尊き殺せよ、決闘の心に偉大なる勇気ある挑戦者よ、前へ出なさい。この公女が越境、率直に申し上げますとそこまで待っておりま、あれ、このにゃー、相手は待ちくたとリトルプリンス様はおっしゃって、いかにも。七星召喚はその名の通り、この世の七星の名をもって勇者に栄光の冠、一歩間違えれば未来永劫取り返しのつかなくなるような複雑な大元無心な万世狂気断罪眼を持ち、三千世界と千万の戦場を遍歴したこの、そう、はい、お嬢様は多くの方々が七星召喚をプレイするところを見てルール、それもそうだな。そっか、そういえばリトルプリンスは実力にこの公女が一目見れば人が作りし法則の本質を見抜くことなどたやすいわ。ゆえお嬢様も2回勝利しています。あと一歩で正式、それじゃあこの対戦は旅人かフィッシュル、いかにも。この公女は運命の召喚に応じ、雄夜浄土よりこの地に降臨した。お嬢様、大口を叩きすぎ、負けたりしないわ。いかがかしら、異邦の旅人。運命の弦に触れ幽水のレクイエムを奏でるこの断罪の公女を敵にも。それではお手並み。さっさと終わらせるぞ。
用意はとっくにできてるぜ。これ。答えなさい。私はこれは勝利を手にするためのちょっとした必要な犠牲よ。面白いものを探しに行こう。すまんすまん。さっさと終わらせるぞ。
になれるように。吸引テスト開始。不運の連鎖を。そんな、まずそのイカズチを加えしくちばしで障害を一掃なさい。お嬢様、旅人を直接攻撃するのはどうかと。おとなしく仕上がれ。こいつはどうだ。さっさと終わらせるぞ。お楽しみはこれか。近頃邪流の勝機を受けたせいで旅人これ見事な策略つばおめでとう。これで3回勝ったし、晴れて正式なプレイヤーに。やったぞ。うん、私も2回勝ったんだ。それで酒場に戻ってきたらあなたと。そっか、スクロースも2回勝った。さすが旅人、宿命の晩成ね。下級の戦場を勝ち抜いた輝かしい栄誉を称えるため、私の化身をあなたに授けましょう。この化身を刺激し、
運命のコロッセオで。お嬢様はあなたたちにお嬢様のキャラカード。おお、フィッシュルのキャラカードだ。気にしないで。素晴らしい。そうだ、フィッシュルさん、私もついさっき2回勝利した。ええ、喜んで。七星召喚の秘儀で。そうだ、ここに来るとき、リトルプリンスとジョインさんが、あなたが正式なプレイヤーになったら渡すものがあるって言ってたよ。そんなカードあるわけないだろう。オイラたちが正式なプレイヤー、早く受け取り。雷サイコロを3個消費し、我がしもべを召喚する。ほう、最終的に勝ったのは君か。僕の予測通りだな。ご苦労だった。正式プレイヤーにな、プレイヤーハンドブックには立派なプレイヤーになるためのだ、それからキャッツテイルで七星召喚の関連商品を購入する権利も解放された。また友達と対戦したいのなら、招待用の掲示板でしょ。そう、カウンター席の横にあるあの掲示板だ。基本の説明は以上だ。もしわからないことが、うん、もちろんだ。あ、七星召喚を楽しんでくれ。